元ジェニファー・ドーン・ブルセックは、アメリカ合衆国、テネシー州ナッシュビル出身の元女子バスケットボール選手、原始動者。本場の各チームでコーチを務めた後、2017年10月より NBA のインディアナ・ベイサーズのアシスタントコーチを務めている。1997年に新たに新設された女子プロバスケットボールリーグ本場のクリーブランド。 ロッカーズに入団テストに合格し、1997年シーズンは11試合に出場した。同年11月、アイスランドに渡り、ケプロビッグ F というチームと契約。リーグ戦とカップ戦の優勝を経験し、リーグの最優秀外国人選手にも選出された。本場の1998年シーズンに、ロッカーズに復帰する予定だったが、足の怪我で25歳で引退。 指導者に転校した。1999年にワシントン・ミスティックスのアシスタントコーチに就任。マイアミソルのアシスタントコーチを経て2003年にシアトルストームのアシスタントコーチに就任。翌シーズンにリーグ優勝を経験した。2006年11月、サクラメント・モナークスのヘッドコーチに就任。3シーズンで40勝41敗の記録を残すも、 2009年シーズンに3勝10敗となった時点で退任。2010年シーズンより再びストームのアシスタントコーチに復帰し、同年シーズンの優勝を経験。2015年1月にヘッドコーチに昇格。しかし、3シーズンで38勝58敗に終わり、2017年8月10日に解任された。2017年10月24日。 NBA のサクラメントキングスの選手、育成担当コーチに就任したことが発表された。なお、NBA の女性コーチは、ベッキー・ハーモン、ナンシー・リー・バーマンに次いで3人目となる。ありがとうございます。